勉強おしまい。まだ大丈夫だよ。もうちょっと寝かせて。鍋の車の夢を見たんだ。その車は曲がり角をピューンって曲がったの。すっごく速かったよ。カニ姫ちゃんは片手でウサウサバスを止められるんだ。ちょっと怖い。ウサウサバスに乗りたかったら、これくらいの人参を持ってきてね。